1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。12月23日、テレホンカードの日。1982年12月23日、 NTT の前身にあたる電電公社が東京すきや橋公園にテレホンカード式公衆電話の1号機を設置したことにちなんで、 NTT が記念日に制定しています。公衆電話使用時に効果の代わりとなるプリペイド型カード、テレホンカードも合わせて発行されました。テレホンカードは各自治体、各地域なども自由に発行できたため、地域の特性を生かした多種多様なデザインが登場しました。また近年では公衆電話自体が激減したため、テレホンカードの利用機会も減ってはいるものの、コレクターズアイテムとしてのポジションを確立しているそうです。中でも時代を反映するアイドルや女優をイメージキャラクターに採用した企業のテレホンカードなどは、数十万円もの価格で取引されることもあるそうです。ちなみに最初にデザイン発行されたテレホンカードは、日本を代表する芸術家岡本太郎氏がデザインしたものでした。トランジスタが公開。1947年12月23日、アメリカニュージャージー州にあるベル研究所からトランジスタが公開されました。トランジスタは伝達・抵抗を組み合わせた造語で、スイッチ動作により主に電気信号を増幅・遮断・稼働させることができる半導体素子となっています。デジタル基板や回路が登場する以前において、トランジスタは基板構造に欠かせない主力製品として活躍し、日本でもそれまで使われていた真空管に代わり、トランジスタラジオ、トランジスタテレビなど多くの商品で採用されていました。東京タワーが完成。1958年12月23日、東京芝公園内に東京タワーが完成し、観光式が行われました。高さ333メートルの鉄塔建物は、完成当時世界で最も高い建物となり、地上120メートル地点にある展望台までおよそ1分間で登る超高速エレベーターなど、多くの話題を集めました。電波塔としての役目は、東京スカイツリーに移譲した今もなお東京のシンボルであり、観光名所の一つとして絶大な人気を誇っています。東京タワーが完成し、観光式が行われた12月23日は、東京タワー完成の日として記念日の一つに制定されています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日？今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。